姿勢、次会う時は作ってやりたい姿勢。やばやばいね。これが幸せでしょ。幸せすぎです。半端ない。何？いただきます。アサリゼニノコファミリー。一度発表しましたら、ブリシャブの破壊してください。ブリシャブ3回程度まで。ありがとう、見に来てくれて。ありがとう、あのバチバチの仕上げ。ありがとう、あざっす。あれ、お団子でいいよ。俺と何言ってなったら、帰れないわ。終わるまで。ちょっと、今日ここに来るね。ごめん、忘れなかった。朝朝朝朝朝先生、久しぶりじゃないですか。俺先生って呼ばれてんの。もちろん。挨拶する前に一曲やるわ。よっしゃ。人生普通のラッパーたちが増えた。それは違法らしいやけど普通に増えちゃう。しこじのこと最高しょばらめしがうまいな。下から上のミスター売り上がりだろやっぱ矛盾はどうでもいいか役に立つは賢者どこぞやるよなかも俺らの話か。あのコートって言います。札幌のトラップを世界規模にしようと思って進化奮闘する。まあこの数年で思ってた通りになったな。全部間違いない。幸せも勝利も余裕だ。行きましょう。友達不要必要家族毎日してる会話俺の価値が分からん法に使うしかもないな。それ以外みなし少年時なことだしからもない姿勢。次会う時は作ってやりたい姿勢。周りくどいやつも自信あるし今を生きてるだから女性が高さくれるよ。シンプルに話をしてる人のこと見下さない。一生的になっちゃな生徒元気あとは夢のために生きる男たち。まるといつも人の話ばっかり気持ちわかんない。俺の周りはそうしない。興味そんな暇じゃねえよ。続けてるものが好きでそれは変わらない。ダサい死に方は死に人のためにやる。はい、ケッシー次の時は作ってやりたい姿勢。サスケに来てくれてありがとうございます。グーサー。
やみんなありがとう。毎月来て、毎月みんなでこれをやり続けたら一番やばいっしょ、一番やばいっしょ、札幌で。俺今東京におるけど、東京にこんなパーティーないから。オッケーオッケー、そんなパーティーないからね、この街に。いや、札幌マジでポテンシャルエグいからさ。わかるっしょ。エッセル、エッセル、パクシー乗って。俺たちファミリー全員好きなんだよね、この場所が。どうせ少ないの？あの、オーラって曲わかるかな？それ系でしょ、やすか。じゃあ。いやいやいや、みんなで歌おうぜ。自分を愛して集まって愛してるからね、もう分かってんだろ、みんな。分かってるわけしかいないでしょ、もっと前に来いよ、みんなで遊んだよ。もっと好きになる、俺が俺のことを一番の味方じゃん。誰が何人かの中が言う、さすがに青いピンクが咲く、放送で抱く細いからな。持ってる大事なもの少ない、ファミクソサビが俺の生き方、あの一文字を取るのに取る、隣返すに全部咲いちゃう。持ってる大事なもの忘れ、物のねだりしてもしかたないが、バビボンを愛するため、いつも最高って言っていた、ファミリーだけで大金稼ぎたいだけです。ミスター・ビート、俺たち北野くんって覚えておいてください。